急いでメイクしなくちゃ。こんにちは。みんな元気？こんにちは。あ、確かに声だいぶ戻ったね。普通に寝起きの声はしてるけど、喉の痛みとかもあんまりなくなったかも。こんにちは。じゃあちょっとね、今日はサクッとメイクでいいので、サクッとメイクしていきます。眠たいね。なんかすべて2公演終わった開放感からかわかんないけど、めっちゃ眠い。めっちゃ寝れたわ。めっちゃ寝れたけどめっちゃ眠いわ。こんにちは。久々に来ました。ありがとうございます。こんにちは。今日はね、ちょっと夜遅くにレッスンというかリハが入ってるので、多分できるんですけど、時間的にはね。でもバタバタしそうなので、ちょっと先にやっておこうという。多分夜はやんないと思う。こんにちは。サクサクメイク。よいしょ。めちゃくちゃ疲れてるな、体。そりゃそうか。めっちゃ寝れたよ。こんにちは。ゆなちゃんが水曜公演リハって言ってました。あ、ゆなちゃんが言ってるんだ。そうそう、今日は夜から。めっちゃゆなちゃんに久しぶりに会える。なんかここ最近全然会えてなかったから、コンサート終わってからあんまり会えてなかったから嬉しい。なんかさ、ゆなちゃんに LINE したんだけどさ、出過ぎた。ゆなちゃんに LINE したんだけど、なんか会ってないと自然とね、ゆなちゃんのこと考えちゃうんだよね。なんかおもろかったのが、おとといの A 公演で、あの千織さんが三つ編みやってたんだけど、その三つ編みに、三つ編みの髪型をゆなちゃんなんかよくやってんなと思って、なんかすごい後ろ姿の髪の毛のシルエットがゆうなちゃんっぽかったの。うわ、ゆうなちゃんってなんか千織さんの後ろ姿を見て5回ぐらい思ったの。そうだし、昨日僕隊やってて、おりんちゃんがドリスさんのディフェンスの衣装を着て自撮りしてる姿を見て、あ、あの衣装ゆうなちゃんも着てたなーみたいな、なんかすごい重い彼女みたいな考えしてた。すべての事柄をゆうなちゃんに絡めて思い出すみたいな、すごい激重彼女みたいな思考回路してて、めっちゃ好きやん自分と思って、自分ゆうなちゃんのことめっちゃ好きやんって思う2日間でしたね。人間って長く会ってないとなんかもうそういう思考になるんやと思って。こんにちは。ちょっとおもろかったです。すごい高度な連想ゲームみたいな。あ、ね
顔のクマ消えた。ここになんか昨日まで特大のクマがあったんだけど、嬉しい。こんにちは。確かに遠距離カップルみたいな。こんにちは。昨日のどうしても君が好きだセンター陽気でした。嬉しい、ありがとうございます。どう好きって訳すの？初めてこの曲の略し方聞いたわ。緊張した。こんにちは。うん、こんにちは。昨日お仕事って言ってたから来れないかと思ったら会議中って書いてあって笑っちゃった。バレないようにね。こんにちは。今日はね、実はね、さやがのんびり寝たからあんま時間ないから、こんなのんびりメイクしてる場合じゃないんだけどね、なんかすごいのんびりしちゃってるよね。ペースアップしていかなきゃ。こんにちは。みんなはもうさ、朝からお仕事してんのにさえはこんな昼まで寝てどう思う？よくないよね。でも今日夜まで仕事だから許して。え、さ、12時にはもうお家出なきゃいけないんだよね。え、時間なさすぎじゃない？よいしょ。ケンケンさん、ギフトありがとう。あ、すごいメイクしてるから。リップグロス？リップクリーム？違う、何それ。リップのギフトくれた、ありがとうございます。かわいい。 Thank you。うわ、今日さ、二度寝しなかったらもうちょっと時間あったのに。ちゃんと二度寝した。ちょっと眠くて、ちょっと眠くて二度寝しちゃったので、お時間がない。こんにちは。でも1回目起きたのはそう言っても 10時半前とかですよ。でもその朝の30分がでかい。ああ、お仕事頑張ってね。こんにちは。朝の30分マジででかい。でも朝のっていうか、どの時間帯でも30分って別にまあまあ大きいよね。結構できることあるよね、30分あったら。
眉毛時間かかる。眉毛時間かかる。やほー。なんか眉毛非対称になっちゃった。どうしよう。おんまゆなので眉毛めっちゃ大事。わかる。それもさ、最近前髪をさ薄くすることがさ多いからさ、その見えちゃうんだよね眉毛。いパッツンだった時とかはまあまあいっかってなってたけど、もう許されない許されないなっちゃった。ちょっと助けて。こんにちは。やばい、どん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 カメラずらしちゃってる。ちょっと今日眉毛ダメそう。いいや、諦めよう。ちょっと時間ないから諦め。時には諦めだって肝心なはず。諦めます。待って、時間ない。ひぃ、まあ、アイミー適当でいいからな。こんにちは。ちょっと今大急ぎメイク中。皆さんはいかがお過ごし？今日は木曜日、週の真ん中らへんですね。絶対みんな忙しい日にこんなド昼間に。香水とかはなんか私自分で香水って買ったことなくて、メンバーからプレゼントで香水をよくもらうんだけど、いつもつけるの忘れちゃう。今日はつけますか、せっかくなんで。つけたとったら何もないんですけど。香水ってさ、根本的な問題なんだけど、何のためにつけるの？一緒に会う人のため。うわいい匂いですねって思われるため。なんか香水ってむずない？ケロンさん、くまちゃんありがとう。なんか別にさ、いい匂いだなって思われたい相手がいなかったら何のためにつけるかさ分かんなくてつけてないんだよな。だお話、あのリアルお話し会の時とか、あーでもつけてもビニールあるしなっていう。わーチラ見しに来てくれたの。お仕事忙しいのにありがとう。こんにちは。前髪
にちは。テレビ見ました。魚おろせるのすごい。でも教えてもらったのよ。番組でも映ってると思うんだけど、もうバリバリ教えてもらってあれでした。なので教え方がお上手だったので嬉しい。ちょっとさ、まだ自分の出演部分全く確認できてない。1本目は 見れたんですけど、2本目まだ見れてないので、ちょっと 見ます。どんな感じで使ってもらえてるのか。てか釣りしてる時、前髪がさ、風じゃないや、帽子で持ってかれてるからさ、めっちゃブスだった。なえた。うわ、自分6人の中で圧倒的にブスやんと思って激なえしてた。涙涙。今日ちょっとまつげ上がんない、諦めよう。よいしょ、こんにちは。そう、ファンの人はさ、言ってくれんのよ、そんなことないよって。でも全然 AKB を知らない人が見たらさ、うわ、この子一人だけ可愛いないやんって思うやん。それがさ、ピエンピエン、それがピエンピエンなのでさ、まだ35分。あれ、なんかもっと時間やばいかと思ってた。あれ、さっき時計見間違えたわ。こんにちは。お腹すいた。みんなはお昼ご飯何食べる予定？みんな何食べるの？まだ決まってない人は何が食べたいか教えて。さやは今何食べたいかな。多分さやは時間ないからコンビニでサクッと買おうと思うんだけど、何食べたいかな。ミートスパゲッティ？よ、めちゃくちゃいいやん。マックもいいね。マック。ずいぶん何ヶ月も食べてませんね。コンビーフ。ちょっと待って、コンビーフ単体で名前出ることある？コンビーフって調理する前じゃね？肉でしょ、あの缶に入った。今日は他はこれでいっか。ハイライトだけ入れとくか。いやー、日替わり弁当はいいな。なんかそういうさ、なんか自分で決めるわけじゃなくてさ、決まってるメニューってちょっと上がらない？お、今日めっちゃいいやんみたいな。結構優柔不断やからさ、もうそういう方が好きかも。だからお仕事現場で出るお弁当大好き。自分で決めずに今日は何かなの楽しみがあるから。え、コンビーフこういくの？めっちゃ味濃くない？山菜ご飯美味しそう。ラーメンいいね。ラーメン
いいね。イタリアン？昼から？おしゃれ。海苔弁いいね。失礼、ちょっとお花を噛みました。なんかお花はまだ出るんだよね。ほぼ治ったんだけど、体調は長引いてます。お花風邪が。さて今50分に終わりにしようかな。50分に終わりにして、残り10分で私は出る準備を済ませて家を出る。そういう感じのスケジュールでいきましょう。パンかな。移動中ってさ、パンの食べやすさ半端ないよね。車運転中とかって逆にそれ以外の食べ物と食べにくさやばいよね。こんにちは。何にしようか考え中。いいですね。さやもコンビニ行って何買おうかな。さやも多分ちょっとお行儀悪いけど歩きながら食べるからなんか簡単に食べれるものがいいな。でもさ、昨日夜ご飯をさ、夜ご飯とか言った、夜ご飯をさいっぱい食べたからさ、なんかそんなになんか重いもの食べたくない胃袋してて、今軽いものしか受け付けられませんよの胃袋してて、もうなんかスムージーとかでいい気がしてきた。え、ダメ？健康的に悪い？よいしょ。今日のスケジュールはでも夕方くらいに今からはね、ちょっと用事で家を出るんですけど、夕方くらいにちょっとそのお茶する時間があるの、友達とかと。だからあんまり食べてっちゃうとそこな、多分何にも入んなくなっちゃうから、いっかスムージーとかで。今朝運転しながらカップ麺食べてるトラックの人いました。うわ、トラックの運転手の人はさ、運転に慣れてるからさあれかもしんないけど、普通に危ないからそれはやめた方がいいよな運転に慣れてるとはいえ危ないからやめた方がいいことに変わりはないな。そんなハードな人がいるの？すごいね。みんな真似しないようにね。普通に危ないよ。危なすぎるよ。みんな運転しながらカップ麺食べちゃダメよ。なんかこっちうまくいったのにこっちうまくいかない。カップ麺ってどうやって食うんだろう。両手必要じゃない？カップ麺を食べるためには。
転ってさ、両手ないしは少なくとも片手は必要じゃん。そのギア変えるときに両手必要やし、ハンドルはまあ片手でできるとしても、マジでめっちゃ謎じゃん。怖っ、怖いことしてるわ。交通事故が一番多いからな、事故界で。車の交通事故がみんなが安全運転できるといいですな。まさやはちょっともう自分がその運転に向いてないって悟ってるんで、ペーパードライバーになってるんですけど、完全に。運転向いてないんだよな、あざや。あまりにも。もう分かるもん、自分で。なんかさ、免許取るときに適性検査みたいなやつあるじゃん。なんかあなたはこういう傾向があるから気をつけようねみたいな、なんか検査するやつ。あれでね、なんて書いてあったんだっけな、忘れちゃったけど、まあ大まかは大丈夫だったんだけど、そう、なんかそういうのはさ通り抜けれてるんだけどさ、なんかその注意力が散漫だからさ、私なんか看板とか気になっちゃうわけ。何やろあれみたいな。でも運転中にその時間マジ危ないじゃん。だから自分で運転することをやめた。事故りたくないなって。でも運転できたらなんか旅行とかさ、旅先でレンタカー借りて、その電車だとなかなか行きづらいところ行くとかできるから、それは魅力的ではあるよね。でも私運転できないからな。お金持ちになってタクシーに乗れるようになるしかないか。自分が運転するくらいなら、お金持ちになってタクシーに乗れるようになった方が早いか。さやが自腹でタクシーを使えるようになるのは何年後って感じだけど、貧乏症だからさ基本的に。いくらさやがお金持ちになったとしても、なんかあんまりタクシー使えなさそう。やっぱそのお金持ちになったからといって考え方とかが急に変わるわけじゃないじゃん。専属ドライバー？タクシーよりお金かかること言ってない？こんにちは。そうそう、北海道とかさ、北海道ってあまり電車の交通も良くないじゃん。赤字路線すぎてどんどんなくなってるから、絶対車じゃないとさ行きたいところ限られそう。北海道新幹線が通ってるところ回ろみたいななりそう。まあ、あんま北海道ちょっと行ったことないんで詳しくないんですけど。釣り楽しかったですか？信じられないぐらい釣れなかったけどめちゃくちゃ楽しかったです。
また行きたいなと私思っているなり。これからの時期海釣り暑そうだけどな。よし、髪の毛できた、間に合った、50分までに。じゃあランキング読んで終わりにしますかね。みんなありがとう、付き合ってくれて。ランキング読みます。13位黒狐さんありがとうございます。12位 YK さんありがとうございます。11位ごっちゃんさんありがとうございます。10位ドクタケさんありがとうございます。9位ともつさんありがとうございます。8位スノーさんありがとうございます。7位ナオトさんありがとうございます。6位ヤスさんありがとうございます。5位黒曜さんありがとうございます。4位あきゆみさんありがとうございます。3位タカさんありがとうございます。2位ケロンさんありがとうございます。1位はケンケンさんありがとうございます。みんなありがとう。ではまた明日、バイバイ、ありがとう。